曹殿にとって陣を掲げる劉備は大敵。長帆は奴を撃つ絶好の機会だったんだが。幸いにも劉備殿は吉を脱しました。張飛殿や張雲殿の活躍によって。そしてあんたの策にも邪魔されたわけだ。いいとこまで行ってたと思うんだがね。我が知恵を貸してもらえるかな。どうすれば劉備を撃てたか知りたくてに。取ってくれよ。まだなすべきことがある。その目的のために。ああ今は引こう。殿、もう少し敵が必要です。敵先生を乱し時間を稼いでください。敵将は僕が討ち取りました。兄者には一歩も近づかせん。ここを攻撃し拙者を倒してみよ。劉備殿の手はどちらに。敵陣に兵将し、俺の敵陣を突破する。必ずや兄様をお救いせん。拙者としたことが慢心していたか。敵将は僕が討ち取りました。アト様、ご無事で何より。劉備殿のもとへお連れします。我が陣に切り込むとは敵ながら見事よ。だが波動を阻む者を見逃すわけにはいかん。今です。やってみせる。我が策をご覧に入れましょう。少々稚拙な策ですが、足止めをするくらいは。ルールを逃がすため敵は皆必死を回る。だが奴はここで撃たねばならぬ。我が軍の攻撃は突破する。
私の新さんの前ではあなたの結果です。ヘイクショーは僕が討ち取りました。ハウヘイクヘイクハウこの手札も計算のうちです。このまま波動を突き進む。
私の道はここでついえるか。悔やんでも仕方ないか。同校における呉との戦い、宗妃、お前は大軍を擁しながら敗れたとか。己の慢心の結果だ。だが腑に落ちぬところもある。ならば私がその戦を分析するとしよう。君も私と共に同校の戦を振り返ってくれ。きっと大きな糧になるはずだ。譲れぬ。皆、決死の覚悟で攻めせよ。戦場に暴風が発生しているな。危険だが、状況は敵も同じだ。突出した敵軍がいるぞ。包囲殲滅してくれ。両班の部隊は守備の要。失うわけにはいかぬ。援軍を送れ。貧相な部隊で我らの拠点を落とす気か。やってみてる。また瞬く間に鉄壁の布陣を敷くとは。さすがは総理。伝令、敵陣内に爆発物を発見。総姫、やってみてる。我らを火攻めにするつもりか。いや、それを逆に利用すれば、あるいは、敵軍の様子が変だ。孫賢明、こちらの策に気づいた。守備兵を派遣し拠点の死守を命じろ。皆さん落ち着いてください。今は火攻めに専念するのです。Hit!
えいっえいっを吸収しろ。皆の者、ここが正念場だ。魏軍を本陣に寄せつけるな。
私にかなうはずがなかろう。それとも無駄死にが望みか。逃がしはせんぞ。敵将は僕が討ち取りました。やってみせる。次の攻勢はしのいだ。もうこの牙はこの程度では折れぬ。次はこちらの番だ。総理、えい、覚悟せよ。えい、はっ。えい、えい、はっ。えい、えい、はっ。えい、はっ。えい、えい、はっ。えい、えい。これ以上好き勝手にはさせんぞ。やってみせる。敵将は僕が討ち取りました。さて、もう君にも分かっただろう。同行における義の敗因が、総妃自らが認めた大軍ゆえの慢心、そして後に血のりを生かされたことだ。殿は反撃の機をじっと待ち、敵の策を逆手に取って反撃した。この戦の敗因は他の石壁と同じ。私は父と同じ過ちを犯したというわけか。曹操率いる魏軍の食信行、あれは確か魏が撤退したのでしたね。ああ、あの凡愚が指揮した無様な戦か。ええ、あなたの息子も参戦したあの無様な戦です。おい、そこ
黙らせよ。私は魏の大将軍曹操である。これより蜀を討伐する。全軍進め。敵は高所に陣を構えている。不用意の進軍は避けた方がいいのだ。へい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 。敵将は僕が討ち取りました。敵の進軍は止まった。川を下り、敵本陣に強襲をかけろ。蜀軍の底力、今こそ見せる。てりゃー。敵将は僕が討ち取りました。
私は総大将の器ではないのだ。そうそうだな、逃げるなんて聞いてないぜ。めんどくせえけど。俺らだけで戦うしかないか。味方本陣陥落、我が軍の敗北です。義の大将軍曹操である。これより蜀を討伐する。全軍進め。敵は高所に陣を構えている。不用意な進軍はさらけた方がいいのに。進軍もままならん。なんとかならんのか。
敵の進軍は止まった。やってみせる。川を下り、敵本陣に強襲をかけよ。おう、諸軍の底力、今こそ見せん。私を救いに来たのか、それとも私を笑いに来たのか。敵将は僕が討ち取りました。やるもんだな。
ちゃんと地の利を生かして戦ってる。私は最後の一兵となるまで戦う。上昇から託された諸君の国は渡さない。やってみせる。勝負です。なんとか勝ったか。しかし曹操殿の采配には困ったもんだぜ。できるようだな。まあ我が息子の働きがあってこそだが、諸葛亮、これで分かったろ。貴様のいない職など千葉一族の敵ではない。まあそういうことにしておきましょう。遅れて申し訳ありません。私も軍議に参加させてください。おお、リクソン、君を拒む理由などない。さあこちらへ。ありがとうございます。周瑜殿、あなたが勝利に導いた戦、赤壁の戦いについてお聞かせください。赤壁の勝利は私だけの功績ではない。諸将の奮闘や諸葛亮の尽力もあった。功学のため教えていただけませんか。赤壁で曹操の大軍に打ち勝てた、その理由を。そうだな、陸曹、私が知る全てを君に伝えるとしよう。あなたも一緒にどうですか。きっととてもいい勉強になりますよ。戦況は圧倒的に不利だが、臆するな。私は皆を死なせはしない。
勝利には家計の成功が不可欠。軍を負け、祈祷所の制圧を急ぎましょう。狩りの時間だ。敵は残らず撃ち果たせ。退屈ない貴様らの勝利は万に一つもあり得る。やってみせる。勢いは凄まじい。じきに押しつぶされよう。敵将は僕が討ち取りました。侵入を許した。急ぎ援軍を送らねば。味方本陣陥落の危機。至急救援を願うとのこと。
け。風が、はあ、どうだ、みんな風が吹いた。今こそ敵戦団に周囲殿、この機を逃してはいけません。総攻撃の指示を。よし、えい、今こそ攻勢を転じる。炎に注意を払いつつ、敵本陣に突撃せよ。曹操軍は炎に飲まれ、ひるんでいます。体勢を立て直す前に攻撃しましょう。へっ、へっ、はっ、おかげでこっちはめちゃくちゃだぜ。スイホスイホッハハッ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 。この戦は我々が完全に掌握した。あとは本陣を制圧するのみ。わしがここまで追い詰められるとは。敵を小勢と穴で叩きかかう。だがこのままでは終わらぬ。全滅せい。Hey! Hey! 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 Hey
実に鮮やかな戦でした。君にそう言われると少し気恥ずかしいな。それにあなたの働きも実に見事でした。私もあなたに負けぬよう精進すれば。活発な議論が行われていますね。参加者も増えて喜ばしい限りです。私はもっと高度な議論を期待していたがな。ああ、さっさと次に進むぞ。くださったのですね。